相馬子どもオーケストラ、大槌子どもオーケストラ、駒ヶ根子どもオーケストラの皆さんと一緒にララソモス、そしてホワイトハンドコーラスのメンバーがみんなでこの日本への愛情を思いながら、夕焼け小焼けを演奏させていただきます。この合奏のために上田真紀さんが素敵な曲を書いて編曲してくださいました。で最後にもう一度ですね、マエストロエン・ルイスを舞台にお呼びしてみんなでお届けしたいと思います。マエストロエン・ルイス。